皆さん、こんにちは。TOEFL 専門試験英語塾主催してます。試験屋しのぶです。よろしくお願いします。今日も TOEFL についてお話をしていきたいと思います。今日はですね、先ほどまでオンラインサロンの方でね、リーディングクラブということで、一緒にリーディングをね、ちょっと勉強してまして、楽しく、やりました。で、多くの人はね、サロンに入らないまでも、予備校行ったりとか、塾行ったりとかね、して、今年、例えば1月とか、または春から、勉強して、トフルね、突破しようということでやってきたと思うんですけど、もうそろそろね、8月ぐらいになって、もうスコアいるっていう人いますよね。もうそろそろ今、7月ね、ですよね。だからもう、もう時間ないよということで、もうドキドキしているということになっている人もいるかと思います。で、だんだんね、焦ってきますよね。で、スコア出ないっていうなるとね、焦ってきますよね。あと5点足りないとかね、それも焦りますよね。逆に言うと20点足りないとかね、もうむっちゃくちゃ焦りますよね。で、そういうことになってくると、もうあともう少ししかない、1ヶ月ぐらいしかないとなると、やっぱね、浮き足立つっていう感じで、で、今までやってきたもの、今までやってきたことが、なんか意味がないような、新しいものを急にやってしまうことがあります。で、一つは、そういう現象の一つは、過去問解きまくりっていうね、ことになりますよね。これはね、今104点取ってて、105がいる人は、もう過去問解きまくりでいいですよ。ね。もう全然もうそれでいいです。もう、ある能力、もう来てるので。ね、あともう、運と、何、練習量っていうことで、突破してすればいいということなんですけど、まだ20点あるとかね、まだ10点あるとかね、いうことであれば、まだまだちょっとね、明らかに、知識とか、技術とかね、能力全般が足りないっていうね、ことになります。だから、そこをやっぱ埋めていく、ことが必要ですよね。で、だから過去問解きまくり、まあ解いてもいいんですけど、せっかくね、やってきたこと、今までやってきたことが無にならないような、勉強っていうのが必要ということですね。で、なんて言うんだろう、今までの復習、これを、まだやってない人は、ぜひ、復習をしてみればいいかなと思います。リーディングであれば、例えば、目読をね、してみる。で、やってみたところ、本番とか練習ね、やるときには、当然ですけど、問題読んでからパッセージ行くじゃないですか。ね。で、やったんだけど、もう今知ってるということなんで、例えばね、問題の最初にあるパッセージ全体が載ってるとかあるじゃないですか。あれ、全然使わないでしょ。で、パッセージ全体、載ってるやつを、じゃあしっかり読もうと。で、いうときに、目読をしてみる。で、今度は、そのパッセージ全体を読んだときにね、例えば、6分以内、5分台でちゃんと読めるのかどうか、分かってちゃんと読めるのかどうか、やっぱね、5分台、また6分以内くらいで、しっかり読みたいですよね。それをちょっとできるかどうか確認していく。で、そんなことをやろうと思ったら、いろいろ忘れてるんですね、単語とかね。やっぱ忘れてる。だから、やっぱそういうところをもう一回きちんとやらないといけない。で、単語忘れてたとかいうときに、また問題解きまくりみたいな感じになると、うわ、この単語なんか見たことあるで終わっちゃうんですよね。で、やっぱり、記憶が戻せないんですね。だから、やっぱり今までやったことの復習っていうのはやっぱり重要ですよね。で、そのためには、全体やるのに、めんどくさいんで、めんどくさいしんどいんで、パラグラフごとに分けてね。で、一つのパラグラフごとにちゃんと音読をしながら確認をしていく。最初はゆっくりでなります。それがどんどん10回20回繰り返していくうちに、スラ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 行きつつ、知識も全部入ってくるようになるのでね、内容にしても単語にしても構成にしてもセンテンスにしてもね、やっていく。で、このセンテンスの時にはね、意味がわからないセンテンスを見つけるのは割と簡単なんですよ。じゃなくてね、誤解してるセンテンスがありますよね。で、そういうのは何とかしてね、チェックしたいですね。これはもう、なんか直接先生がいないと、で、難しいことではあるけどね、やっぱり和訳があるような問題集とかね、やってる人は、やっぱり和訳を確認していって、ちゃんと誤解がないかね、それも確認をしたいですね。それも、音読しながらね、やっていく。で、リスニング、もちろん、聞きながら何回も聞くんですけど、やっぱり音読も、入れていくっていうね、感じにしていくといいかなと思ってます。で、スピーキングライティングに関してはですね、スピーキングライティングはやっぱり今までの答案をもう一回ね、復習して、フィードバック確認して、もう一回、自分が、この問題を初めてやるときには、さぞかし違う、答案ができるんでしょうねというのを、やっぱ確認をしていくっていうのは大事なことですね。で、多分ね、やってみると同じ答案しかできないです。やっぱ同じ答案、これね、本当同じ答案しかできないです。一回やるでしょ。一回やって、自分が、喋ったり書いたり
たりね、すると。で、これで、授業を受けて、一回受けましたと。ね。で、あ、こういうふうにチェックされるんだと。わかりましたと。なった時に、で、しばらく経ちましたと。まあ、3ヶ月後、4ヶ月後。で、同じ問題やりましたと。ほぼ間違いなく一番最初にやったのと同じクオリティになってます。だから、これね、ちゃんと復習して、要するに上書きをしていかないと、半年か、まあ、3ヶ月、4ヶ月、半年やってきた勉強が何にも反映されない答案になってます、本番。本当になるんですよ。だから、で、しかもね、スピーキング、ライティングっていうのは問題繰り返しますよね。まあ、特にインディペンデントタスクとかだとね、繰り返していくんですよ。なのに、この、やった勉強が反映されない答案、一番最初にやった答案と同じようなことしかね、本当に言えなくなるんですよ。本番舞い上がってしまうとね。これを何としてでも防がないといけないじゃないですか。だからやっぱり自分の、これは、ここはこういうべきだったっていうのをものすごく意識して、全く違う答案になるように、それまでのフィードバックとかね、全部含めて、今までのフィードバック含めて、これでどうですかみたいなやつ、自分の本当の意味の自己ベストをやっぱり作っておくべきです。で、それを何回も、10回、20回、30回、40回、50回と音読をして、これが自分の答案なんだ。自分がやってきた勉強はこの答案に現れるんですっていうのを、やっぱしっかり勉強しておかないと、本当にあるんで、本当に最初にやったのと同じやつが、を書いてしまう、こんなの結構いるんですよ。最初に、初めてTOEFL受けたとこんなん出ました、みたいな、があって、で、授業でね、授業でそれと同じのをちょっとやったりとかするわけ。あ、これ自分やったことあります、みたいな。で、ちょっと時間経つでしょ。で、本番受けると、本番受けた時に、同じのがまた出る人いるんですね。で、それでね、やっぱりね、一番最初と同じものしか書けない。もうやっぱ復習とかしてないとね、もったいないですね。そうやってスコアが出ないから焦っていくっていうことなんです。だからスコアが出ないで焦っていくっていうのはどういうことかっていうと、やっぱ真ん中抜けてるっていうことなんですよ。で、これをしっかり埋めていくっていうことになりますね。今このしっかり、この間、まあ、なんていうの、鼻で言うと土ですよ。土の中に、潜っている厳しい時代があった。これを今花咲かす時期が来てるわけじゃないですか。で、どうやって花咲かせるんですか？ここね、音読なんです。やっぱり音読に戻るべきなんですね。自分のベスト答案、そしてリーディングとかリスニング、今まで2回とかね、3回やって音読したっていうつもりだった人、ぜひ20回、30回、0、1個加えてください。20回、30回と音読することによって、今までの知識がやっと芽生えてくる可能性が大いに高まります。今までの大学受験とかのね、勉強と違って、図書館とか行っちゃダメですよ。もうだって音読できないから、音読ができる環境で、しっかり音読をやって、あと1ヶ月ぐらい、過ごしていく。それで最後に、花開くかどうか、やっと、試せることになります。今までの復習って言ったら、なんか、言葉がね、軽いんですけど、もう音読20回、30回、40回ずっと続けてね、自分のベストを作っていくっていうこと、これを復習をすることでね、まあもちろん、過去問ね、もっと新しい問題やってもいいけどね、新しい問題もやるけど、主には過去も復習をすることで、自分の能力を最大限に高めていくっていう努力が、この1ヶ月必要だと思います。参考にね、していただければと思います。頑張ってください。